同ホーアーロン・ジャッジ35号ホームラン。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が21日、本拠でのレイズ戦に3番 DH で先発出場。後半戦初アーチとなる35号本塁打を放った。レイ後で迎えた7回ワンアウト1、2塁の第4打席でスライダーを捉え、レフト席へ特大スリーラン。打った瞬間、ファンが総立ち、ジャッジも確信歩きという完璧な特大アーチで両リーグ最多35本塁打目をマークした。この一発は飛距離444フィートを計測した。前半戦で34本を放ったジャッジは、後半戦3戦目でこれが初アーチとなった。ア・リーグ2位のヘンダーソンには7本差、リーグは違うもののナ・リーグ最多29本を放っているドジャース大谷翔平とは6本差となった。まあ世界一の野球選手やし、このまま50号までは軽く行くやろ、60超えろ。ジャッジは打つべきとこで打つんがかっこええわ。滞空時間長くてほんと気持ちいいホームランだな。ジャッジってやっぱホームラン打つ能力はダントツやな。大谷は去年ホームラン王取れて幸運だった。スタントンとなぜ差がついたのか。やっぱ頭一つ抜けてんだわ。キャリアで一度も50本いかなそうだな大谷。まあ大谷は50本目指せよ。ジャッジは一つ格上の打者だから意識する必要なし。